ジョージ・エドワード・スタンプ・ウィードマンは、1880年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは、投手、外野手。ニューヨーク州ロチェスター生まれ。右投げ右打ち。1881年のナショナルリーグ最優秀、防御率投手。1880年、19歳の時にバッファロー、バイソンズの選手となる。 ウィードマンは1年目に30試合ほどに出場しているが、当時はバイソンズのエースだったパッドガルビンの当板しない、試合で投げ、残りは外野手として起用された。1年目の勝敗は0勝9敗だった。翌1881年にデトロイトウルバリンズが創設された際移籍し、2番手投手として13試合に当板。勝敗は8勝5敗だったが、 この年の防御率1.80はナショナルリーグで最も低い記録だった。翌年からはウルバリンズのエースとなり2年続けて20勝を挙げたが、次の2年間は負けが先行するようになる。1886年に一度カンザスシティ、カウボーイズに移ったものの、そこで12勝36敗と惨敗する。同年でカウボーイズも破綻したため、次の年再び、 ウルバリンズに戻ったが、1887年8月にニューヨークメトロポリタンズに金銭で放出された。メジャーでの経歴は1888年にニューヨークジャイアンツで2試合に登板したのが最後である。選手を引退した後、ウィードマンは1896年に55試合の審判を務めた記録が残っている。1905年にニューヨークで死去。数字の後のは、 記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。